どうも、関です。今回はですね、研修会のお知らせの動画となります。毎年ですね、この時期に、研修会の依頼っていうのが来ます。まあ夏休みですね、やっぱ9月、10月、11月ぐらいまでですかね、まあ、そこら辺まで、結構依頼が来るんですけども、今回ですね、今うちの方でどんなことが研修でできるかっていうのをね、紹介したいと思います。まず最初家庭科の方から、次に技術科の方からっていうんで、順番に紹介していきたいと思います。ではまず家庭科の方からいきたいと思います。家庭科の方ではですね、まず被覆の実習関連がまず行えます。で、被覆の題材についてはですね、基本的にうちのこのカタログですね、はい、こちらから選んでいただいて、例えばこういった新商品のこのバッグだったり、あとこういったよく使われるバッグですね、こういったものを選定していただいて、まあ、どれを使うかは現場と相談して決めるというふうになりますが、基本的にこのカタログに載っているオリジナル商品であればどれでも大丈夫なんで、お気軽にご相談ください。またその他ですね、この夏に新しい家庭科のウェブアプリが登場します。まあ、そちらをですね、今回研修でお試しで使っていただければなと思っております。で、そちらのアプリなんですけども、健康もりもりというもので、以前ですね CD であったんですけども、そちらをですねウェブアプリ化しましたんで、どのデバイス Windows、Chrome、iOS どれでも対応しております。はい、まあ、そちらの方で栄養計算ができるようなソフトになっております。食品成分表8定ですね、これに基づいた約400種類の料理のから献立を作るモードっていうのがあるんですけども、それで献立を作ったり、あとは約1000種類の食材からですね、食材を選んでオリジナルの料理が作れる、まあ、レシピですねっていうのがあります。そういったものを使った、まあ、使い方、そして活用の仕方っていうのをですね、紹介させていただきますので、まあ、この夏結構目玉なんじゃないかなと思っております。はい、で、家庭科の研修会の所要時間なんですけども、だいたい1時間から2時間ぐらいで、考えておりますので、まあ、その範囲の中でですね、実習やっていきたいと思いますので、ぜひ家庭科の先生方ご検討をお願いいたします。続いて技術科の方なんですけども、材料と加工に関する技術に関しては、製作というよりかは製作を補助するような便利なパーツだったり、実験道具だったり、まあ、そういったものを紹介させていただいたりしています。また Windows 限定にはなってしまうんですけども、 3D CAD のですね、実習なども行えるようになっております。次に生物育成に関する技術なんですけども、生物育成はこちら、はい、サスティナエコポットっていうのを使ってですね、実際に実習をやっていきます。まあ、その実習はやるんですけども、成長過程は見ることはできないので、その場で種を植えて、まあ、持って帰っていただくというふうな形にはなると思うんですけども、まあ、このサスティナエコポットの使い方だったり、あとこの時期にこういうものを植えた方がいいですよみたいな、まあ、そういったお話をさせていただくかなと思います。続いてエネルギー変換の方なんですけども、実はここ最近エネルギー変換のご要望非常に多いです。人気があります。まずですね、エネルギー変換の方は非常に根強い人気のこちらのサーキットツールなんかの使い方、あとは活用の仕方ですね、 YouTube の動画にもこういうのを上げてますけども、そういったものが非常に人気があります。はい、なのでまだまだこれですね、やってみるのもありかなと思います。他にですね、最近ですね、ロボコン関連の需要が少しずつ増えてきてるんですよね。なので、まあ、ロボコンの復活の兆しがあるんじゃないかなっていう声があるんですけども、ロボコン関係もですね、以前こちらのチャンネルで出したこういった動画がありますので、まあ、こういったものをですね、実際に作って体験してみるというのもありだと思います。はい、なのでエネルギー変換はですね、こういった電気回路とかだったり、あとこういったロボコンっていうんで2本立てでできますんで、まあ、どっちか選んでいただくような形にはなると思いますが、そういったことでできるようになっております。続いて情報なんですけども、情報の方は双方向と計測制御というのはこちらも2つありますので、まあ、どっちか選んでいただくか、どっちもやって、まあ、少しずつに時間を短くするというような形もあるかと思います。まあ、双方向の方に関しては、双方向チャット作成アプリ、チャットランというこちらのやつですね、はい、こちらがあります。こちらを体験していただくと。で、最近ですね、各社どこでもこのチャットのアプリっていうのは用意してますんで、まあ、ぜひですね、比較検討するため の材料として、やっていただけたらと思っております。で、計測制御の方に関しては、王道のこのプロロボウェブっていうのがあるんですけども、まあ、これを使った、まあ、使い方、活用の仕方っていうのを紹介させていただくかなと思います。あとはですね、新商品のこちら
安心ライトプラスと、あとちょびっとっていうのがあるんですけども、こちらまだ、全然世に出てないものなんで、この辺をちょっといち早く手をつけてみたいなっていう方は、この辺もありますので、ぜひですね、エネルギー変換と、情報の掛け合わせた教材っていうので、注目が集まっているものでありますので、この辺も一つどうでしょうか。という形で、技術家の方もですね、大体研修所要時間としては大体1時間から2時間ぐらい予定していただければなと思います。頑張れば2つの題材できたりもするんですけども、そうすると結構内容が薄くなったりしますので、基本的には1つの題材で、1時間から2時間で、検討していただけると思います。でよくある質問なんですけども、この情報の分野に関してはよくマイクロビットの研修したいんですけどもっていうご依頼あるんですけども、基本的にはオリジナルの商品がメインとなりますので、一応マイクロビットの、取り扱いはカタログ上あるんですけども、そちらの研修の方は、ちょっとごめんなさいということでお断りさせてもらっております。というわけで、今ですね、家庭科の方から技術科の方の、研修内容を説明させていただいたんですけれども、そういったものがですね、今現状できるようになっておりますので、この他にですね、ご要望があれば、もっとこここうしたいとかいろいろありましたら、ご要望はお伝えください。で、大事なところです。問い合わせの仕方なんですけれども、まず一つですね、我々社員のことを知っている方がいらっしゃれば、直接連絡していただいて問題ありません。次にですね、これが確実だと思うんですけども、弊社の代理店さんというのが全国各地に必ずあると思います。そこへですね、まずお声掛けください。山崎を呼んで研修会をやりたいっていうのを、まずその代理店さんの方にお伝えください。で、それで代理店さんの方からこちらに話が来ると思いますので、そこで、話が進んでいくかなと思います。あとですね、この動画の概要欄ですね、見ていただくと、アドレスが載ってますので、そちらのね、Gmail の方にご連絡いただければ、そこでも相談っていうのが可能ですので、ぜひですね、どの方法か取っていただいてお問い合わせください。本当ですね、もう今この時期になってくると結構予定が入ってきてしまうんで、ご要望に沿えない場合がございます。なので、お早めにお願いいたします。あとですね、最後に、この研修会なんですけども、基本的には日本全国どこでも我々行きます。はい、遠いから行かないとかそういうのありませんのでご安心ください、はい、であとですね、各領域ですね、ちゃんと専門のスタッフが行くようにいたしますので、教材の使い方、活用の仕方、あとはですね、研究授業でこういうことしたいんだよっていうのがありましたら、ぜひですね、ご相談していただければ、何かしら力になれるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひですね、この動画見終わってましたら問い合わせいただければと思います、はい、ではまたよろしくお願いします。 Thank you.